この章ではデータベースのソートやフィルターを利用した抽出を行ってみましょうまずは T 顧客テーブルを開きましょうナビゲーションウィンドウから T 顧客をダブルクリックして開きます上巻ではテーブルの基本的な操作方法をご紹介しましたがここでは その他の便利な機能をご紹介します。テーブルには大量のデータが蓄積されています。ですので、データを整理したり、目的のデータを素早く見つけ出したりするための機能が用意されています。では、レコードのソート、つまり並べ替えの機能を試してみましょう。このテーブルには、フリガナのフィールドがあります。 フ,リガナのフィールドをを利用しししてて並べ替えを実行してみましょう。フィールドに表示されている下向きの三角をクリックしますするとご覧のようにメニューが表示されます「標準で並べ替え」をクリックしてみましょうふりがなのフィールドを基準として 照準で並べ替えを行うことができましたまた、ソートはリボンから行うこともできます会員番号のフィールドを選択しておきますホームリボンが開いていることを確認し並べ替えとフィルタグループから 会員番号を基準に並べ替えることができましたではフィルタの機能を利用して目的のレコードのみを表示させてみましょう例えば顧客の中から東京に住んでいる女性だけを抽出してみたいと思います。 都道府県のフィールド名の下向き三角をクリックします。表示されたリストのすべて選択をクリックしてチェックを外します。改めて東京都にチェックを入れて、 OK をクリックします。レコードの絞り込みが行われ、東京都に住んでいる人だけを抽出することができました。さらに絞り込んでみましょう。今度はこの中から女性を絞り込みます。 性別の下向き三角をクリックして、表示されたリストで女性だけにチェックが入った状態にします。OK をクリックします。すると、さらに絞り込みが行われ、東京都に住んでいる女性だけを抽出することができました。 このように、テーブルでは並べ替えやフィルタを実行して、目的のレコードを簡単に絞り込んで表示することができます。では、テーブルを元の状態に戻しておきましょう。並べ替えとフィルタグループのフィルタの実行が押し込まれた状態になっていますので、こちらをクリックして解除します。 テーブルが元の状態に戻りました。